10月は山崎まさよしプロデュースでお送りしているスーパーエディション、続いてはこちらのコーナー、ギター特別講座です。このコーナーはですね、あのギターの弾き方に関する質問、まあ僕の曲にが多分大半だと思うんですけども、質問疑問に対して、ギターを使ってお答えします。あのコードが抑えられない、あの曲がうまく弾けない、長年放置していたギターのメンテナンスを教えてなど、ギターの お悩みをぶつけてください。では早速メッセージですけども、ラジオネームトカゲのおっさんいいな、トカゲのおっさん。ギターを習い始めて、2、3年になります。自分が納得いくほど1曲まともに弾けたことはありませんけれども、今アルバムクォーターノートに入っている知らんけどにチャレンジしています。知らんけどという曲ですね。ギターの先生に耳コピしてもらってチャレンジしてるんですけれども、この曲を弾くときに気をつけることが、特徴があったら教えてください。それ以前にこのコード進行は D7、G7、D7、C、B フラット、D7 で合ってるのでしょうか。なるほど、ちょっと簡単にちょっとお教えしますね。まずね、簡単に言うと全部 D なんです。だからいわゆる世の中の定説はどれも君は当てはまらない。全部 D7 なんだこれいわゆるドゥンドゥルドゥルドゥル、こうなるわけですね。だから、D7 を弾いてたら間違いないんです。変な話。ダンダラ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 つって。全部 D な、D7。で、D7 なんですけど、簡単に言うと、D 分の、E7 みたいなのがずーっと鳴ってるわけです。この。じゃあねや、D 分の G か。うん、そう。だから D7 弾いてたら間違いないんです。本当は。これ D7 だけでも弾きますよ、だから。いわゆる世の中の定説はどれも君。全然 D7 でも問題ないです。ただこう。ちょっと動いてるだけであって、簡単に言うと D7 ですめちゃめちゃ説明になってないかもしれないですけど、で弾き方のコツなんですけど、ジャカジャカやったらいいと思うんですよね。ドゥル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 、トカゲのおっさんありがとうございます。ほんでその D をオン D だからドロップ D で、だからドロップ D っていうのは一番6弦をですね D に下げるんですね。で D に下げて、でそれでやるコードボイシングをいろいろやっていくやつなんで、ちなみに月明かりに照らされてとか、アップドラフトとかもドロップ D なんですよね。で何かと D の曲で使った便利なんですよね。ちょっと今もしこのラジオ録音してたらそれを聞いてちょっとやってみてください。それでは、山崎まさよしで知らんけど聞いてください。満ざらでもないみたい。もう一回聞くけど
くなったり急に怒り出したり穏やかだったり激しかったり鋭い神経質悲観的で楽観的昨日と言ってることが違う今一度尋ねるよ前にも聞いたけど B なんだよねどういうわけか送りしたのは山崎まさよしで知らんけどでした。この後はニューアルバムステレオ3の特集コーナーです。続いてアルバムからもう一曲ですけれども、EP にも収録しましたアップドラフトですね。この曲さっき言ったようにさっきのこのドロップ D って今言いましたよね。それでこれいいじゃないか、これなんかすごく爽やかじゃないこれみたいな、でこうこれこっちの方がひょっとしたらさっきのあのトカゲおっさんおじさんこっちの方が簡単かもしれない。これ D やったらまあなんして E マイナーみたいなもんですかねこれ、うんうん、で E マイナーってほんでしかも全部その D マイナーみたいなのをこうスライドさせてるんですよね。うん、果てしない旅はまだ、うん、続いてる東へ西へね。結構こっちの方が俺いけるんちゃうかな。さっきのあの知らんけどより知らんけども知らんけども結構あれですけど、でこのもう完全にだから循環で、ベースラインは全部 D なんで一回ね一緒に、まあ、僕友達で一緒にテレビ収録やった時に、ずーっと D なんですだからそのベースが。うん、だからつまんないって言われたことがいやいろいろ動いたらええやんとかは言いはしたんですけど、まあ、実際だからベースもドロップ D っていうのに変えていわゆる4弦ですよね。一番上の弦を植えてまあ低い弦やけどそれを D に変えてドゥドゥドゥって言ってやるっていう。まあそういう、曲なんですけれども、制作、まあ、エピソード的には、やっぱりちょうどこれコロナに突入した時の、
時に書き下ろした曲で、やっぱりステイホームがすごく多かったんで、できるだけですね、なんかこう旅だったりとかツアーだったりとか、どっか抜けのいいとこにみんな行ってる感覚を想像してもらいたいなっていう気持ちで書きました。で、この音源をですね、ドラムの山木秀夫さん、この間一緒に大笠キャンプやったんですけど、山木さんに言ったら、いやードラムの音すごくいいねって言ってたんですよ。でもね、そのドラムのチューニングしたの山木さんなんですよこれ山木さんがチューニングしてくれた音ですよって言ったら、え、そうなの？とか言ってましたけれども、それではアルバムステレオ3からアップドラフト聴いてください。
送りしたのは山崎正義でアップドラフトでした。山崎正義がお送りしてきましたスーパーエディション、今回はここまでですけれども、なんかいいですね、ギター講座。なかなか傍らに置いてあるんで、何かもうわからないことがあったらですね、なんか送ってきてください。私のクラフト生活、そしてさっきのギター講座、僕が説明できるとこまでだったら、僕ねたまにね自分でもねこれどう弾いてんやろって思うことがもうこの年になってあって、これどうやって作ったんだろうとか、昔の曲やるときにこれコード何だったんだろうとか、そういう時はドレミ出版さんのですね歌もみたいなのをでたまに確認することがあるんですけど、皆さんもそうやっていただいてですね、まあそれ見ながらっていうのもなかなか難しいですけどね、タブ譜とかね。はい、そして山崎正義オールタイムリクエストも募集しております。詳しくは番組ウェブサイトで、確認してください。